レスがねめちゃくちゃ溜まってたんですよ。なるほど。やりたいことじゃないですからね。毎日なかなかこう噛み砕けないというか、まあ、当時まだ20代ですから、うん、こういう芸人像っていうのをめちゃくちゃ持っている中でのやつだったので、うん、なかなかこう入ってこなくて、うん、この地獄を通常、パワホラパワハラパワホラ明るい俳優の NG 集見てんじゃねえんだから何なんだよこれ大先輩